最後のセッションはマイクロフォーマット関係で集まっています。これお名前をなかなか最初読めなかったんですけど、上野ゴーヤさんですか？上野ゴーヤさん、上野ゴーヤさん、はい、上野ゴーヤさんにマイクロフォーマットに関する導入をお願いいたします。よろしくお願いします。はじめまして、シクサバーと働いております上野ゴーヤと申します。よろしくお願いします。今日はですね、前に、CSS ナイトというイベントでですね、まあ、初心者向けと言いましても何なんですけども、まだマイクロフォーマッツ知ってるけど触ったことがないなっていう人向けに、ちょっと、一つのセミナーをさせていただいたんですけども、まあ、その内容に、まあ、ほとんどその内容なのでちょっと退屈に感じるかもしれませんけども、まあ、簡単にできるだけ楽しくどんなものかっていうのを伝えることができればと思っています。まあですね、まあ、URL とか、出てくるんですけども、基本的にメモ書きっていうのはいりません。まあ、資料は後ほどウェブサイトとかで公開することになると思いますので、そちらをご覧いただければと思います。では、早速始めさせていただきます。ですね、マイクロフォーマッツのウェブサイトっていうのは、皆さん、普通にご覧になったことあると思うんですけども、こういう感じのウェブサイトでして、まあ、ウィキだったりですね、コード生成の、ツールが公開されている場所などに、リンクを寄せていると、まあ、実際ここの、ページの中に出てくる、エントリーのオーサーとかの部分にも、マイクロフォーマッツでマークアップされたコンテンツなどがあるという感じです。まあ、最近ますますまあ盛り上がってるなというか風に感じているんですけれども、どんなところがそれを、示しているかというと、まあ、多感なディスカッションが一つあります。まあ、IRC とか、僕最近ちょっとログインしてないんですけど、メールとか見てても非常に盛んにディスカッションが行われていて、まあ、一人がこんな風にしたらどうかっていうと、もういろんな人がいろんな国から意見を、メールに、投稿したりしているのを見ていると、やっぱり今すごい注目を浴びているんだなというのが分かります。あとはウィキのアップデートっていうのもだんだん行われていて、日本では、岩井さんという方がローカルの、ローカルルールを公開していらっしゃいます。まあ、日本語化するのにこういうルールでやりましょうみたいな感じでやっていらっしゃいます。あとはソリューションがどんどん増えているということで、マイクロフォーマッツで書かれたコンテンツをほぎほぎすると、こんなことできるよっていうようなものがどんどん増えているというようなことがあります。で、まあ、ちょうど今ですね、まあ、夕日に駆け出す僕なんですけども、まあ、こういう感じですね。まだ駆け出しっていう感じなんですけども、まあ、ワクワクしてる感じです。マイクロフォーマッツなんですけども、